まあ情熱、未来へのリスクが取れなかったってことでしょうね。まあだから今、さしたる傷もなく人生を歩んでいけるのかなと思います。で、あれもこれもと心配しすぎなければよかったってことですよね。うん、そうですね。これも振り返ってみると心配しすぎてできなかったことっていうのがあったかもな。で、もっと自分を幸せにしてあげればよかった。うん、結構ね、私に39まではいざ知らずなんですけども、この8年はかなり自分のことを幸せにしてるような気がしますね。次何すればいいのか思いつかないぐらいですね。で、あと4つです。周りの意見よりも自分の心の声を信じるべきだった。私はどちらかというと周りの意見全く聞かないですね。相談することが皆無です。愚痴ることも全くありません。一人で決めて、一人でやって、一人で後悔するというね、それが私の後悔なき人生です愛する人にもっとたくさんの気持ちを伝えるべきだった、うん、今精一杯やってると思うんですよね。その代わり愛せない人にはもう全く関わりを持たないようにしてます。なんかね、その来たメールも読まないし、電話も取らないし、なんかこうコメントも読まないみたいな感じですね。というのが、あまりネガティブなこうキーワードに触れると私もそうなってしまうんじゃないかなと、ミラーニューロンがね、思うからですね。愛する人にもっとたくさん気持ちを伝えるべきだった。伝えてますね。愛する気持ちを伝えるにもお金もかかりますし、時間も必要です。上質な言葉も必要なんですよ。だから、全てはお金じゃないよって言うけども、じゃあお金じゃないって言うんだったら、いや、どんな気持ちを言葉に変えることができますかっていうふうな、結構レベルの高いことになってきます。だから口下手だからプレゼントの方が実は簡単だったりするんですよね。はい、もっと幸せを実感するべきだったね。幸せを実感して動画に残す。私はそれが今すごく楽しいですね。はい、最後です。もっと時間があれば、死ぬ間際には必ず思いますよね。あ、やっとお迎え来たかと、もうね、待ち遠しかったよってなかなか思えずに、今お話した16個の後悔があるからこそ、この17個目の後悔が生まれるんじゃないかなと思います。あれもできなかった、これもやっておけばよかった、こんなはずじゃなかった、もっと時間があったらやったのに、もう頼むよと、あと1年くれと、死神よ、あと1年待ってくれ、その1年の間俺は全部やる、充実させていきたい、若い頃に戻してくれとは言わないと、今の状態で俺はあと1年で自分の思い通りの人生をもう一回やってみたいんだと思いながら消えていくのかもしれないですね。なかなかね、赤城のようにはいかないもんです。いってらっしゃい。